ほらほら、どうですか、ボリューム感が出ます。これがうまいんですよ、皆さん。いや、寝起きの一杯は最高ですね。あ、どうも、料理の上さん、リンでーす。今ね、外明るいんですけどね、昼から飲んじゃってます。お供にぴったりなのはアミジャガですね。これね、めちゃめちゃうまいぞ。これすっごいね、食べ応えがあるやつなんですよ、これね。つまみにいいですよ。聞こえるこのザクザク感、これがうまい。これ味が濃い。東ハトはやっぱすげえよ。もういいよ。そうそう、いや違う。スイッチ入っちゃった。飲みのスイッチ入っちゃったんで。とにかくアミジャがめちゃめちゃうまいんで、一緒にこれハイボール飲みましょう。皆さん、クライアントさんが横からズームで見てらっしゃいますけど。嘘。終わるわけないじゃないですか、これでね。あまりにもアミジャがハイボールにあったもんでね、めちゃめちゃうまい。でも内部にね、味がしっかりついてる。濃厚です、ポテトの味も。このまま食った方がいいんじゃないの。いや、一応考えたけどね、俺そのまま食べるのがいいって。こんなうまいんだから。下りが長いけど大丈夫。このアミジャガ、このままでもね、めちゃめちゃ美味しいんですけども、今回はですね、僕がですね、もっとね、美味しく食べられないかと思いまして考えました。今回ご紹介するのはですね、アミジャガをナゲット風に作るですね、美味しい裏技がありますんで、これを今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、やっていきたいと思います。アミジャガ食べながらやってくださいよね。お好きなドリンクを飲みながらね。用意していただくのはこのアミジャガマッシュ味一袋。卵の液をどれぐらい用意するかで分量決まっていきます。卵1個でね、この袋の半分から3分の1ぐらいはできます。 L サイズ卵1個とコンソメ、顆粒コンソメです。まあ、あとはもう適当に、はい、やります。じゃあですね、まずやっていきたいですね。まずですね、皆さんハイボールを用意してください。アミジャガを食べながらやります。これうまいよ、ほんとに。多分ね、これね、ケチャップとかマヨネーズとかつけてもうまいわ。やります。あの、スタッフと東鳩さんの目が痛いの。卵をまず割りますね。コンソメですね、顆粒コンソメ。これでね、ちょっとね、味をね、つけたい。小さじね、3分の1ぐらいでいいです。はい、これぐらい。軽くお塩と胡椒、卵液にやってあげると。塩もひとつまん、はい、よーく溶いてもらって、コンソメをね、この卵液によく溶かしてください。混ぜてるとね、よくね、溶けますんでね。これね、一袋やるんだったらこれだと足んないと思うんで、卵2つぐらいね、溶いてください。はい、そうしましたらですね、フライパンにちょっとね、少量の油ひきました。ちょっとね、温めておきます。アミジャガを食べます。残ったアミジャガを卵液に入れる。ね、はい、コンソメのね、入った、ね、卵液に入れるとね、これがね、またね、いいんですよ。これアミジャガのアミアミのところに卵液がね、浸ってね、うまいんですよ、これ。よーく浸した後に焼く。よーく浸した後に焼きます。ピカタですね、これね、アミジャガのピカタ。すぐ焼き上がっちゃう。数秒ですね、つけながら焼くんですよ、これ。ピカタですから。つけながら焼くと、アミアミのところにですね、卵液が入り込んでですね、美味しいの。ほらほら、どうですか、ボリューム感が出ます。これがうまいんですよ、皆さん。表面焼けたらもう OK。 盛り付けね、こんな感じで。まるでナゲット、可愛くない。ナゲット風ですから、カロリーにカロリーを足していく。パセリよね。パラ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 、美味しくなれ。そのままでもうまいアミジャガをナゲット風のピカタにしたですね、アミジャガのナゲット風ピカタ、完成でございます。はい、じゃあいただきます。手づかみでいただきます。ナゲットっぽいぞ、これ。めちゃめちゃうまい。肉感っていうのはちょっとないんですけども、卵がね、めちゃめちゃ吸ってんすよ、これ。アミジャガの形状が生かされてるから、すっごい食感いい。つまみ超いけるわ、これ。
そしてせっかくねケチャップとマヨネーズつけたんで、これもちょっといただきたいと思います。ケチャップつけるとナゲットすごい。コンソメも混ぜてあるんで、すごくねパンチの効いた味わいなんですよ。網じゃがに卵を染みさせることになって、ものすごい美味しいね、おつまみにね変化します。ということでスタッフチャンス徹夜、いただきます。おいしい、竹の実だね、うん、え、うまいっしょ。でもさ、アメジャガの旨味が残ってるんですよ、これ卵にも味付けてるから、酒にはさすがでしょ天才。ほら、もう天才だと思いました、このこと。すいません、すいません、なんだこの平和なチャンネルは、うん、食べて面白いっつうのがあると思うんで。ということでですね、アメジャガで作るナゲット風ピカタ、本当に美味しいなので、ぜひ皆さんアミジャガ買っていただいて、ぜひ試してみてください。サプチャンス。どれを指名します？普段お菓子食べる人いる？じゃ普段酒飲む人は？徹夜。